株式会社霞ヶ浦未来づくりカンパニーの展開するサイクリング事業等の取り組みについてご説明いただきまして、今後の委員会審査に役立ててまいりたいと考えておりますので、これからのマルシェ事業、加工事業、そんなことを広げながら地域の活性化に寄与するような、やはりこの目の前にあります霞ヶ浦の自転車道、また霞ヶ浦市にあるフルーツなどいろんな食材、こういったのを生かしていろんな観光客の方に霞ヶ浦市を PR していこうという取り組みが、まさに私たちの取り組みであります。実際果物なんともこれから販売しようかなと思っておりますし、こういったお酒など徐々に購入もこれから増やしていくような考えを持っております。で、塩などを扱ってそれでこう商品を開発しております。これはうまい。沿線の街づくりをテーマに、未来田園地区の代表的な施設であります陽光台小学校、またこの後に未来田園コミュニティセンター、4万1185人でしたが、この6月1日現在では5万1291人となり、約1万人以上の人口増となっております。その人口増の要因となったのがこの未来田園地区でございまして、県の土地区画整理事業の順調な進捗により転入者が増加し、未来平地区における小学教室も特徴がありまして、一つはハーフオープンといって教室が斜めに開いております。フルオープンではなくて、半分開いた教室、ドアのない教室をご覧になれると思います。それから的な音楽スタジオ、というのがですね、市民交流を活発にしていただくためのお部屋ということでご用意させていただいている感じになります。この辺も、我々保育士ですとか児童構成員含めて、専門の人間というのを常時配置をいたしまして、十分な受け入れが現状できた上でご安心いただく。家に児童福祉室ってありますけど、児童はここには置いてない。あります、ここに置いてない。稲山丘陵区地区の開発等の概要について県の担当課より説明をいただき、その後本日お越しいただきました皆様と意見交換をさせていただきたいと考えております。平成18年3月に合併しています。ですから合併して11年でございます。その合併した11年で
約1万1000人を見ているわけでございます。ですから、まあ、大体、それで言うと分かるように年間1000人の方が、まあ、投資が増えているという状況でもございます。小学校も足りないくらいじゃなくて足りなくなりまして、新しい小学校を作るという、まあ、全国でも新しい小学校を新規で作るなんていうところがなかなか珍しい、とにかく活気のある町でございます。少ないメンバーで頑張っております。だいたい毎年1万5千人からの来場を来ていただいてるんですが、毎年こういうお笑い芸人さんとかが来るようになりまして、今年は2万人を超える目標を立てみんなで頑張っているところでございます。いつも、市内の LPO 団体とか有志が集まって新しく住み、まあ、こちらに未来では昨日ぐらいとか新しく来た人との交流を進めようという経緯で、それぞれの意識のある人が集まって本日は大変お忙しい中、誠にありがとうございました。